京城府、竹添町幼児生首事件は、1933年5月16日に、日本統治時代の朝鮮の軽城道京城府で、発生した、猟奇事件。生首の身元判明を報じた京城日報の記事事件現場を記した、地図1933年5月16日、朝鮮軽城道京城府、竹添町三丁目で、乳幼児の生首が発見された。 後頭部は荒れ、脳髄をかき出した痕跡があり、あたり一帯に脳髄が散乱していた。刑場帝国大学医学部による検視の結果、1歳くらいの乳幼児で性別はおそらく男だろうと結論づけた。朝鮮の民間療法によると、人間の脳みそを生で食うというのが、ハンセン病や脳疾患などの特効薬として言い伝えられており、犯人は、 ハンセン病や脳疾患の患者であろうと推測した。しかし、被害者の身元は依然不明であり、事件は長期化の様相を停止し始めた。当初、警察は、生きている乳幼児を殺害して、脳髄を得ようとしたものと推理していたが、すでに死亡した乳幼児の遺体を盗んだのではないかという可能性が浮上し、死亡届が出ていた乳幼児を徹底的に調査した。6月5日、 ついに身元が判明した。被害者は、軽軌道、茅や流行面が、里在住の H 氏の次女で5月10日に、脳膜炎で死亡した1歳の女児であった。女児を葬った墓を掘り返したところ、案の定、首なしの遺体が出てきた。先に見つかった首と称号したところ、同一人物であると結論付けられた。6月7日、被害者 H 一家の隣人 P とその友人は一家が、 容疑者として逮捕された。Y の長男は、ハンセン病の持病があり、漢方薬を服用していたが効果がなかった。そこで Y は、ハンセン病の特効薬と言い伝えられている人間の脳みそを入手できないかと友人の P に打ち明けたところ、P は隣人の H 氏の次女がこの前死亡したので、そこから手に入れようということになった。5月15日の夜、を埋葬した墓を暴き、 その場で首を切断した。そして、首を、Y 宅に持参して、脳髄をかき出して、Y の長男に食べさせたという。しかし、脳疾患で死亡した女児の脳みそだったからか、または、死後5日が経過して腐敗していたからか、かえって病状が悪化したという。ありがとうございます。